お疲れ様です。ポイント活動ポイ活ですけども、今回ね、記憶にある限り、最も早く利益が確定しました。しかも9500ポイントです。この9500ポイント、最短で4日付与ってことだったんですけども、私の場合はね、申し込みから付与まで5日だったんですかね。当然手元にカードも届いてます。すごいと思います。で、今回の案件ちょっと終わっちゃったんですけども、まずモッピーのね、ページを見てみますよ。はい、カウンターもありました。16万5000になりましたね。で、今回確定したのが、こちらですね、エポスカードでございます。これね、すごい、あっという間に確定しましたよ。その他ね、まだ確定しそうなやつがまだまだあるんですよ。いや、非常にね、楽しみで、あの、夏ぐらいからまた案件がどんどん増えてきたかなってとこです。で、今美味しいなと思うのは楽天カードですね。10月14日まで神ということで、いくらになってるでしょうか。なんと、私は場合も墨で出ちゃってるんですけども、7000ポイントと5000ポイントで合計1万2000ポイントなんですよ。で、楽天カードは非常に作りやすくて、多くの方に関わっているカードだと思いますので、ぜひ挑戦していただきたいと思います。その他ですね、こちら、なんだろう、12万ってのがありますね。200万円以上投資完了。ちょっと200万円も投資するお金ないですよ。はい、じゃあもっと他に美味しいのはないかなと。インターネットの切り替えとかいいんじゃないですか。こちら、 au 光に切り替えると最大で3ヶ月無料なのに7万円もらえちゃうというね。これは急がないとやばいですよ。あの、100名限定ですから。まだ大丈夫だと思いますけども、私もこれね、使ったことがあるんですよ、au 光。5、6年前だったかな。au 光で、私の場合はその時11万円のバックをもらいました。で、それから3年経って、現在使ってる Yahoo の乗り換えキャンペーンに乗って、やっぱり10万円ぐらいもらいましたってことで、2年とか3年に一度必ず私は切り替えてるんですよ。切り替えるって言っても、別にやることはないですからね。申し込んで、あとは、切り替えのための係員さんが、少しだけね、家に上がってくるっていうだけですから。本当5分か10分で作業終わりますんで、こうやってインターネットの会社を定期的に乗り換えることによって、確実に、まあ、7万ですけどもね、10万レベルがもらえちゃうっていうことですから、まあ、アホにならないですよね。バカにならないっていう表現ですけども、ぜひ使ってもらいたいと思います。はい、案件の URL、 そしてモッピーの会員登録の URL、 それから紹介コード、それぞれ概要欄につけておきます。これを機会に必ずモッピーのアカウントは作っておいてください。それではまた美味しい案件流します。